皆さんこんばんは。おすずの恐怖部屋の案内人、すずです。本日は、ちょっぴりゾッとする都市伝説を5つご紹介します。皆さん最後までお楽しみください。簡単に自分に霊感があるかチェックする方法があります。まず、静かなところで目を閉じます。そして、今から言うことを想像してください。まず、自分の家の玄関を開けます。そして、すべての部屋のドアを開けて、リビングから寝室、お風呂やトイレ、すべて見て回ったら、玄関に戻ります。これで終わりです。全室回っている最中に、家族や友達、飼い犬などに会った方は、どうやら霊感があるそうです。これは本当に当たるみたいなので、霊感のある友達にやってみてください。皆さんは、このような現象を目撃したことはありますか？公園などの芝生の上で、前日まで何もなかった場所に、綺麗な丸岩を描くように、キノコが生えているのを、この現象には、実は名前がついていて、妖精の輪、フェアリーサークルと呼ばれている。名前の通り、妖精がその円の中心で、ダンスパーティーをした際に生じるものと言われている。これだけなら、とてもメルヘンで、ファンタジーな都市伝説だけど、この妖精の輪については、恐ろしい言い伝えもある。それは、うっかりこの妖精の輪の中に、足を踏み入れてしまうと、その円の中で、死ぬまで踊り続けてしまう、というもの。ハイキングや公園で遊ぶ際は、ぜひ注意してほしい。うっかり円の中に、足を踏み入れてしまわないように。夫婦漫才で有名な大助花子の宮川大助さん、顔が大きいということをネタにしているが、実はあの大きさ、通常の人間の 1.4 倍あると言われている。人類史上稀に見る巨大さなので、世界中の医学、生物学会にて非常に注目を集めているらしい。彼の死後、その骨格標本はオークションにかけられると見られており、予想落札価格は現在の段階で3000万円を超すと言われている。ある有名な生物学者は、彼は人類の進化の鍵を握る人物。人類の進化において脳の容量拡大は非常に重要なファクターだ。彼はある意味、新人類の可能性を秘めている。テレビで見るあの二人は、私たち人類の未来の姿なのかもしれないね。吸盤を水中でくっつけると、水圧の影響で、いつもよりかなり吸着力が強くなる。これは、水圧が空気中より強い圧力で吸盤に作用するため、昔、このような事件が起きた。ある日、紐がついた吸盤で遊んでいた5歳の子供が、風呂の底に張り付いた吸盤の紐に、腕が絡まり、顔を上げることができずに溺死、その吸盤は、わずか直径3センチほどしかなかったらしい。子供をお持ちの親御さんは十分に気をつけて。彼岸花は咲いていても折って持ち帰ってはいけない。別名を地獄花、死人花と言い、持ち帰ったりすると火災が起きたり死人が出たりするという。日本だけでなく西洋でもキリストの血で染まった花と言われており、不吉な花と言われている。本日は、ちょっぴりゾッとする都市伝説をご紹介しました。霊感チェックは本当に当たるみたいなので、周りのお友達と一緒に、皆さんも一緒にやってみてくださいね。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。